ワイヤーズハウスエピソード3かな ?3 ということで、主催のあやさんにお招きいただきまして、どうもありがとうございます。そして、はい、お店のアルマジロさんも来てくださったお客さんもありがとうございます。ありがとうございます。今夜は、楽しんでいていただけたらなと思います。お酒もたくさん種類もあって、お食事もとても美味しいのでね、皆さん、ぜひ召し上がって、音楽とお食事も楽しんでください。というわけで、このヤズーラのアルマジロさんのホームページに行くと、ソウルなどということで、紹介されてましたけど、ソウルの曲も若干ありますけれども、そうでないような曲も、やらせていただいてます。次の曲は、これまた全然ソウルじゃない CCR の Have You Ever Seen the Rain の CCB ではないですよね。CCB ではない、 CCB ではないです、日本のバンドではないです。分かってるかなみんな。大丈夫。はい、ということでクリエメンスクリアウォーターリバイバル、イエー、はい、のハビエガーシンザレインをちょっとポップスに、はい、風にアレンジしてお届けします。
Thank you.
恋人未満みたいなね関係で、あなたが I love you って言ってくれたらどんなにいい関係になるかっていうね、そういう女心歌った曲ですね。あのまああのなんていうの、そういう友達以上恋人未満に限らず、女子はいつでもね I love you を待ってるよね。ね、女子はね、女子はい、最近気持ち悪いって言われるんですけどね。いやそんなことない、気持ち悪いってね、照れ隠しで言ってるけど、やっぱりパートナーにはそこもご夫婦だからね。そうなの？そうよ、ご夫婦なんです。そうなんですね、スタジオではね、仲いい喧嘩とかしてくれますよね。そうなんです。そう、あの皆さんね、いつも小さくなってますよ、ね、よく言う。はい、なのであの皆さんね、帰ったら、まあ、一緒にねパートナーといらっしゃってる方もいると思いますけどもね、あのそう、あのお相手にね I love you って言ってあげてくださいね。そして次回のカフェアズールの番組は2人でぜひいらしていただきたいなと思います。はい、では次の曲は、ナチュラルウーマンという曲です。はい、まあ、これはまあそうかな。はい、ナチュラルウーマンも、まあ、あなたがいてくれるから私は自然体でいられるよっていう曲ですね。はい、これもねちょっとオリジナル、そうですね、アレンジはね、はい、なんです。ちょっとだから聴いてみてください、ちょっとだけね。Thank you.
しようかなって実は迷ってて、ペーパードールをお送りします。はい、入りますよ。メガネをかけた、あの背があんまり大きくない男性ですけどね。その坂優って方は20代になって
ピアノ弾き始めたらしいんですけど、ニューヨーク行っちゃって、なんかすごい人ということで、あの妻のフォーがいいチームワークですね。ではちょっと後半、あのノリのいい曲でやっていきたいと思います。ね、ちょっと立てるスペースないけど踊ってくださいね。上半身だけで。はい。Midnight at the Oasis。Thank you.
について、講座ではないです。よろしくお願いします。Yeah! はい、では、張り切ってイッツマジック参りましょう。Thank you.
ゃってました。はい、では、最後に、今ね、ちょうど卒業シーズンということで、卒業写真をやらせていただきたいと思います。で、エルフィンズと、アヤ版の鍵盤のナンディさんもね、エルフィンズ卒業ということで、アヤ版はまだ在籍かな？わかんないけど、とりあえず卒業シーズンということで、卒業写真をやらせていただきます。Thank you.
楽しんでいってください。